翔太啓太チャンネル。じゃあ続いて、うん、不思議発見、つかめる不思議玉です。うわ、これ見たものが来ましたよ。これプルプル実験とか書いてない？ね、なんか実験できるのかな。なんかこのさ、パッケージにもなんか不思議なものをプルプル掴んでるような、うん、ちょっとね、これぐらいしっかりプルプルしたもの作りたいね。ちょっとやってみましょう。やってみましょうよ。開けてみましょうよ。これはね、やったことないな。あー、もう見慣れた容器だ。見慣れた、もう見慣れた。これどうせ切るんだろ、また、うん、違う。はい、正解。はい、よっしゃ。それを切り離します、この銃で。でもこれ、分かりやすくなってるね。うん、こう、切るものはこう切り目が入ってるっていうかね。そうね。うん、これまたさ、ハサミ1個使うのもさ、いろいろあるじゃない。子供たちはね、なかなかハサミ使う機会とかもないだろうしね。うん、この機械、はい、切りました。切り離しました。トレー、星のある、この一番大きいやつだね。はい、一番大きい、うん、横にある線まで水を入れます。結構入れるじゃん。線があるところもね、見える。はい、よし、来た来た来ました。入れましたと。結構入ってるね、これ。こぼさないようにしないと。入れた？うん。そしたら、はい、トレーに不思議ジュースの素。何、不思議ジュースの素？いろいろ不思議だわ。いろいろあるんだよ、ほら。これはまたソーダとブドウだよ。これ不思議ジュースの素だよね。うん、不思議ジュースの素を今の水の中にぶち込みましょう。マスカットソーダ味。うまそう。うまそうだぜ。入れます。おお、どう？あ、マスカットソーダの味。味じゃない、匂い。すごいすごい。これ混ぜるでしょ。これを混ぜまーす。大スプーンでね。これ大スプーン。うん。まだちょっとほら、シャリシャリ感。シャリシャリしてるね。あー、いい匂いしてきた。色もちょっと濃くなってきた。なんかちょっととろみが出てきたな。これが玉の素なんだ。不思議ジュースの素。うん。そしたら今度は、玉の素を入れます。不思議玉の素。どっち？もうそれぞれ入れます。どっちに入れるの？一個ずつ入れます。一個。あ、こっちに？うん、両方。え、なんで？じゃあ俺こっち入れよう。じゃあ僕こっち？うん。水も入れるでしょ、だってこれ。うん。待ってる？ちゃんと説明し、読んで。大スプーンはトレーに玉の素を入れ、小スプーンでそれぞれ70回。70回混ぜるんだ。うん。あ、これクローバーのマークが書いてあるんだ、この裏にね。それで分かるようになってんだ。これにそれぞれ入れます。お水は何杯って？お水書いてないんだよね。お水はいらないんだよ。これまた線のある部分まで水入れるとかじゃないの？じゃないの。でもこれだけだよ。水を入れますって書いてあるんだよ、こっちは。俺、この裏3つ書いてあるじゃん。あ、ほんとだ。うん。水入れるわ。線の下まで。うん。はい。はい。そしたら、入れましょう。おー、また色が。なんかすげえ形になってる。あ、すごいすごいすごい。いい匂い。ねるねると同じ匂いがする。ねるね思い出すね。うん。そしたらこの、ちっちゃいスプーンで70回。あ、先に何、いいよ、いいよ。いや、こっちを混ぜれば。70回。4、5、6、7、8。どう？混ぜてくると？なんか感触変わってくる？なんかダマはなくなってくる。70。70。あ、終わった。どのもんでいいの？うん。はい。そしたら次こっちも70回。あ、ぶどうの味。よーく混ぜてくださいってことなんだよね。とにかく。うん。なんかとろみ出てくるんじゃない？ちょっと出てきたね。うん。こぼしてんじゃん。うん。あ、こっちもこぼした。とろみが。うん。オッケー、オッケー。うん。そしたら、うん。この大きいスプーンをトレーに、こういう形で置きます。おお、スプーン置くようになってんの？置くようです。うん。そしたらそこに、ソーダ味の、うん。あの元、うん。を流し込んでください。ここに流し込むわけ？スプーンに。うん、いくよ。うん。こぼれちゃダメだよ。はい。おお、注ぎます。それを、不思議ジュースの中にゆっくり入れていきます。この中に？うん、いいよ。ここに入れるわけ？うん。ゆっくりと。つけるってこと？垂らすってこと？うん、ほら、つける。ゆっくりポチャーンと。
あ、色変わってってる。つけた？うん。つけた。つけたら、うん、大スプーンをくるりと回して玉を不思議ジュースに落とします。右か左にくるんって回して、これをまずのスプーンを、うん、落とす。ないよ。おお、落ちました。はーい、はーい。すごい、これで完成で落とします。5分待つと固まるよ。じゃあその間にいっぱい入れるってこと？いっぱい入れよ。あ、緑も紫も、いいちょっとつけてつけて、ちょっとやってみよう。難しいよつけんの。うわ、すげえ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 。これの変な形になった。下手じゃん、全然下手じゃん。なんで下手じゃん、うん、固まっちゃってんじゃん。もうちゃんと成功させようぜ。これはゆっくりゆっくり入れて、勢いよく入れちゃうの。ゆっくりゆっくりゆっくりって書いてあったじゃん。ゆっくり入れた時点のほら形がさ、ゆっくりゆっくり。俺のやつ相当うまくない？あれね、1個目超綺麗ね。でこっちの方がいいのかもしれないね。そうだ、そうだのか。丸くなるんだろうね。向こうに1個目だからだ。いいじゃん。いっぱいいっぱい作ろう、いっぱい作ろう。これ楽しいね。味は分かんないけど、何味がそうだ。そうだ、ブドウ。このままちょっと入れてみたくない？やってみよう。そのままもちょっと入れてみよう。うん、ちょっとさ、どんなのかさ。うわ、すげえすげえすげえ、ヘビみたいな。カエルの卵が。すげえ、こうなるんだね。そのままはね、うん、ちょっと見て。あ、ポンポンってなんだよ、それだと。一滴ずつとかでもいいかもね。なんか、かわいいね。かわいい。うん、かわいい。あ、すごい大きくなった。すげえ。で、次、大スプーン、大スプーン、大スプーンでやるよ。混ぜようよ。大スプーンで青と紫。混ぜてみようか。半分にしたよ。よし。これを今度は、ゆっくり。綺麗な色。あ、混ざった。混ざってるよね。あとはじゃあ。いやいい、来たね。はい、オッケーでーす。不思議玉完成しました。これで完成で。うん。そしたら、うん、なんかスプーン使うんじゃない？これ好みの硬さになったら、ギザギザの部分からスプーン使うわ。ギザギザの部分から、うん、これギザギザの部分だ。うん、から何取り出そうって。へー、不思議玉を取り出して手でつまんで食べよう。だってポイントだね。手でつまんで食べよう。ポイント。この最初に作ったこれ、こいつ取れない。いや、いい、じゃあいい、うん、一番綺麗にできた。こいつを手で、うん、え、すげえ。なにこれ、なになにこれ、あー、なにこの食感。なんか強く持ちすぎたら潰れちゃいそうだし。うわ、なにこれ、気持ちいい。ちょっとやってみて。うわ、やらけ。うわ、すげえ。めっちゃやらかい。あ、潰れる潰れる。やめろ。ふざけんじゃねえ。すげえ汚ねえよ、お前。すごい、これ。え、何？俺ね、
周りがなんかコーティングされてるみたいな感じ、中がブションって俺全部固まってると思ったもん。違うじゃん、まさかの。じゃあ俺はびっくりした。俺ちゃんとダメだね、つまみすぎはよくない。ちょっと早いんじゃない、ちょっと早いのかもしれない。ちょっと早いの、固まってなかったっすもんね。ちょっと待とうか。うん、ちょっと待とう。今ので分かった、ちょっと待とう。じゃあちょっと行ってみたいと思います。気をつけて割らないようにね。割れるからね、それ中は。ほらほら、汁が全然出てるじゃん。ほんとに、うわー、すごい。それでどう、なにこれ、大きい、ほんとイクラみたい。またスライムとかとはちょっと違ったプニプニ実験だよね。これなんて書いてあるんだっけ、プルプル実験だよね。弾けてジューシーだって。てかやっぱこれ中はジューシーなんで潰れんだよ。確かに表面に膜が張ってて、中にこう水分が入ってる、プリプリ、うん、ジューシーな。じゃあちょっと問題は味だよ。どう、いただきます。潰れちゃうから気をつけないと。中から出てきた、トロッとね。おいしい、なんかグミ食べてるみたい。じゃあちょっと僕混ざってる、ちょっとブドウグミ。あーすごいすごいすごい、わーすごいすごいすごい、綺麗この色。これソーダとブルーを混ぜたやつ。なんかもう未来の生物みたい。ね、海に本当にそう。うわー見てこれ。あ。未来の生物脂肪、ね、どう、混ぜ混ぜ。うん、ちょっと潰してみる。怖いよね、潰すの。ちょっと怖いよ、怖いよ。いくよ、いけ。ふわーって、どう、ソーダとブドウのミックス。ブドウソーダ、ブドウソーダ。そのままや。で、ちょっと、ああ本当にイクラみたい、大きいね、プチって潰れて中がジュワーって出てくるね。でもさっぱりした味だし、これちっちゃいの、ちっちゃいのもね、できるの。これ入れる液体の割によってね。うん、うん、ちっちゃいのだとね、もっと食感がこういい、うんうんうん、水っぽいっていうよりもグミみたいな、うん、ちょっとこのちょっと長いやついってみようかな。うん、そばみたいな。うん、あ、でも一応中からキュッてこうちょっと出るよね、出てくる感じ。でも食感はいい感じじゃない。うん、これ分かった、これ食感がやみつきになっちゃうんだ。まあ海ぶどうみたいね。うん、つかめる不思議玉。俺これね、星 3.5。 うん、星 3.5。 うん、うん、掴める不思議だな。ちょっと不思議なやっぱ食感と、うん、なかなか味わえない、ね、この食感と感触はね。それではじゃあ星5つ評価で、うん、掴める不思議だな、プルプル実験、こちら星 3.5 です。ごちそうさまでした。これからもいろんな楽しい動画をアップしますので、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。噛んだ噛んだ噛んでね。